皆さん、こんにちは。浦和レッズの岩崎克也です。この自粛期間中に、自分は自宅で、開けた後にしっかり皆さんの元でプレーできるよう、まあ、筋トレだったり、まあ、体幹だったり、ストレッチなどをしっかりやっています。で、そういった中で、まあ、自粛が開けたら、その連戦っていう、やっぱりなかなか厳しいハードスケジュールになると思うんで、まあそれに向けて、これからチームでどんどん上げていって、まあ自分もそこでしっかり活躍して、浦和レッズのためになれるように頑張りたいと思います。まああと少しで自粛期間も終わると思うんで、まああと少しですが、皆さんでしっかりこの大変な時期を乗り越えて、また浦和レッズの埼玉スタジアムで皆さんと一緒に暴れられる日が来ることを、楽しみにしています。以上です。